はい、皆さん、こんにちは。ヨガジェネレーション代表のミキゾーでございます。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、まあ、こちらの大御所の先生をお招きしまして、ちょっと、プライベートにも突っ込めるかもしれませんけど、こんな話をお聞きしたいなと思いますが、まずはご紹介したいと思います。B ヨガ代表で石田ヨガ第一人者であられます、マック久美子先生です。よろしくお願いいたします。お手柔らかにお願いいたします。こちらこそです。はい。やっぱり、こういうもうキャリアが長い先生をお招きして、いつも、だいたいこういう話が回ってくるんですが、もう何十回も聞かれたと、何百回も聞かれたかもしれませんけれども、今日はこのテーマについて、石田ヨガの第一人者のマック久美子先生が、ヨガの先生になった理由。はい。いやー、これはね、聞きたい人多いんですよ。実はあんまり聞かれたことないです。あんまり聞かれたことないです。はい。あ、そうですか。はい。なんかね、もうね、日本でもう10年とか15年とか指導キャリアがある人ってもう生まれながらヨガの先生じゃないかっていう誤解がね、一般の方たちは持ってて、そう。なんか生まれてこの方、一回もお肉食べたことないんじゃないかとか、ヒマラヤの山の中で瞑想をする、はい。まあそういうね、誤解があったりもしますが、まあお話しできる範囲で、まあどういう、経緯でヨガの先生になることを、ね、選ばれたのかっていうお話を聞ければと思うんですが、はい、お願いしていいですか。はい、もちろんです。30年ぐらい前ですね、もう。乗馬とかはしていたんですが、子供たちの手が少し離れて、ちょうどヨガがその頃ニューヨークで流行っていたので、なんとなく興味があって、いくつかのスタジオを見に行って、石田ヨガのスタジオが一番こう、壁もさっぱり何もなくて、ヒンズー教の神様の絵も何も描いてなくて、ほっとして入っていかれるところで、そこから始まって、それで、あ、なんて気持ちがいいんだろうと思うと同時に、体が柔らかかったので、どんどん朝なだけして、アランがチャンティングしてるのがもう一つの部屋から聞こえてくると、実は、私はチャンティングだけは絶対しないってもう心の中で決めてたんです。なるほど。で、ただそこからヘルニアの怪我をして、アランに結局プライベートレッスンを受けることになって、そこから君は何もする、しないことを学ばなくちゃいけないと。で、何もしないことを学ぶ。一体それは何なんだろうということから、彼の瞑想のクラスに行って、そこからが出会いで、そして日本に来て、いわゆる普通のヨガのスタジオがあんまりなくて、それが20年ぐらい前ですか。それをアランにニューヨークに行った時に、不満、愚痴をこぼしていたら、じゃあ君が開けばいいでしょということで。でもその時はまだスタジオを開いて、生徒でいたかったんです。教える気はまだ全くなかったんです。で、もう22年ぐらい前ですか。B ヨガを開いて、じゃあ、最初はスタジオのオーナーにはなるけれども、指導者をまあ、雇って、その人たちに教えてもらうみたいな構想だったんですか。はい。もう。初めて聞いた。教えるのと、ヨガをするのは違うっていうのは分かってましたから、ただ生徒でいたいだけだったので、自分がクラスを受けられる健康的なスタジオがあればいいと思っていたので、そこからが始まりで、あとはもう毎回アランに説得されて、そこはアラン大変だったと思います。自分が教えられると思ってなかったので、生徒であるのはいいけれども、どうして君が教えないんだということで、君が責任者なんだから、内容をしっかり分かってなくちゃダメでしょっていうところから始まって、で、養成なんてとんでもないと思ってたんですが、結局はいつの間にか養成をすることも
メキシコのリトリートで2時間ぐらい話を聞かされて説得されたのを覚えてます。うん、なるほど。じゃあ、アラン先生の導きが大きいってことですか？はい。本当にそうです。うんうんうん。でもいいお話ですね。やっぱりこう、ヨガのね、日本の現状においては、まあ、ないんじゃないんですけど、少ないというか、メンターというかね、その自分を導いてくれるその先輩の存在っていう師匠の存在だったりっていう、その関係性が、はい、まあ、ないことはないんですけど、少ないなっていうふうに見えてまして、でも、はい、例えば、そのスポーツの世界でも、まあビジネスの世界でも、必ずその自分が尊敬できるメンターだったり、自分をこう、状態をちゃんと見てくれる人の存在っていうのが必要不可欠なのかなっていうふうに私は感じてまして、まあ今の話なんて、まさにそのアラン先生が、まあ久美子先生のことをよく知っておられて、まあどういう方向性で久美子さんがこう成長したらいいのかっていうのを、まあじっと見守っておられたってことなんですね。はい。それはもう今も、続けてくれています。すごいな。はい。じゃあ、そのスタジオ開業から1年か2年した後に教えられ、出したってことですか？でも1年後ぐらいにはもう教えましたね。はい。そして気づいたらもう20年ぐらい経つと。あっという間です。あっという間ですか？はい。なんかどうですか？この20年ぐらいを指導歴振り返ってみて、教えてよかったですか？この間、コメダさんに、うん、もう教えたくないって思ったとき、どんなときですかって聞かれたときに、気づいたのが、うん、教えたくないと思ったことないんです、今まで。なるほど。うん。もう教えるのが当たり前で、まだまだ自分で学ぶことがあると思ってるだけなので、うん、はい、うんうん。だから、8月の下旬もアランのところに行って勉強しようと思ってます。わあ、すごいな。久美子先生はね、日本半分、ニューヨーク半分という生活をされてるので、アメリカのニオガのね、市場の現状っていうのもよく、ご存知の先生なので、僕もよくお話を聞くんですけれども、なんか、今日、そのね、久美子先生が先生になった理由は何ですかっていう話から、なんか師匠との関係っていうところの話に及び、なんか日本のヨガの世界でもこういう師弟関係だったり、メンターという存在をどう作っていくかっていう、なんか少し課題を感じた、なんか、話だったなと私は思います。で、なんだろうな、その、今、日本の、その先生を育てるっていう現状においても、まあ、そのプログラムを提供して、それを一通りこう受けて、卒業、頑張ってねっていうような現状があるとすれば、少し、もう少しなんかドライというよりはウェットな関係性というか、まあ卒業してからも自分のこの進むべき道とか成長を誰かが、ベタベタじゃないんですけど、ちゃんと見守っていってくれてるっていうような関係性っていうのは非常に日本のヨガのシーンにももっともっと必要になってくるのかなって、はい、思った次第であります。はい。その辺やっぱり先生もそう思われますか？はい。それが、ヨガの、を学んでいく普通の、ことなので、普通のやり方なので、それがちょっとなくなってしまうのは悲しいなと思います。そうですね。はい。でも、うん、はい。ですから、ちょうど、うん。どうぞ。B ヨガのね、もう長年続いてる RYT200 だったり、RYT500 だったりも、この秋だったり、まだまだ、その歴史をね、続けていくっていう感じで、講座がね、やってまいりますので、詳しくはこの概要欄にいろいろ情報を載せておいてもらいますので、なんか、ピンときた方、こういう先生に自分の師匠になってほしいなとか、石田ヨガのね、素晴らしさをこの先生から学びたいなと思われる方は、こちらをチェックしていただいて、ぜひ、この宇宙的な久美子先生に会っていただければなと思いますが、はい。先生、ありがとうございます。今日もお忙しい中。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、いろいろ教えてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。では。